皆さんこんにちは。フィリピンラバー情報チャンネルの町田です。本日はですね、私がこの手に持っているココナッツ、こちらブコと呼ばれていますけれども、これをですね、どのように食べるかっていうことを紹介していきたいと思います。また中にですねジュースが入っていまして、それを飲むこともできますので、これからどうやってこのココナッツの硬い実をですね切って、あの中を食べていくのか、また飲んでいくのかっていうのを紹介していきたいと思います。はい、This is how to make buko salad. You have to grind the buko first. None of the Filipino dessert. それではこの割ったココナッツを、ここに穴が開いていて中に水が入ってますので、ココナッツジュースをですね生で飲んでみたいと思います。いただきます。この穴からいただきます。はい、思ったよりですね、これ初めて飲む人はこれ水っぽさの方が印象に残ると思うんですけども、そんなに思いっきりジュースという感じではなくて、水にココナッツの風味が効いてるような、そんな感じのジュースです。まあでも美味しくいただけますね。はい、美味しいです。ココナッツの風味のする本当にココナッツウォーターみたいな感じで、ぜひダバオとかフィリピンにいらした方は試してみてください。
ビーチとかね、今コロナで大変ですけども、ビーチとか行ったら、このまま本当に出てくるビーチリゾートも OK です。ぜひお試しを。はい、こちらが先ほどココナッツの実から、このコップに入れたんですけど、こんだけ透明になっています。これがココナッツジュースですね。まあ、このまま飲むことができます。ウォーターみたいな感じですね。ジュースよりも水にココナッツの風味が効いてるような感じがします。美味しいです。そして先ほど削っていたこちら、これココナッツの中身ですけども、こうやって削ってですね、このまま食べることができまして、こちらブコサラダ、ココナッツのサラダとして、これがですね、これに練乳をかけたりしていただいたりもしてます。まあ、他の、フルーツと混ぜたりしてですね、サラダにして食べることもできますし、このまま生でもいただけます。このようにお皿に盛った感じがこれですね。はい、これは甘くてですね、ココナッツの風味がして甘くて美味しいです。お試しあれ。はい、これがもうできたやつですけども、ブコサラダですね。先ほどの削った身と、フルーツとあとミルクとクリームを混ぜたものです。はい、サラダとしてこうやって盛って、たっぷりですね。中にはチーズを入れたりする人もいますね。これは入ってないですけど、はい、これがフィリピンの、デザートスイーツです。ブコサラダです。いただきます。さらに甘みが増してクリーミーでミルキーでとっても美味しいです。ぜひフィリピンにいらっしゃら試してみてください。はい、私のチャンネルではこのようにフィリピンのことについてですとか、私が住んでいるダボについてお伝えしたりしてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。